皆さんどうもこんにちは、マンディ&ユーポンです。はい、今回ですね、なんとユーポン、ついにっていうか、まあ今ぐらい2回目なんですけども、ポケモンセンターに行ってきました。いやー、もう本当にね、最高だった。もうポケモンいっぱいだよね。カビゴンのマットとかいっぱいありました。で、ね、まあ、買ってきたものを今日はね、紹介しようかなと思います。なんかね、実際袋の中見るとカビゴンいないんですよ。一人もカビゴン一つもないんですよ、実は。じゃあ、まず最初にこれ見て、ラプラス。これラプラス、ユーポンってラプラスのぬいぐるみ一個もないんですよ。なんか可愛くないですか、この顔。ほら、おめえてんてん。これ本当にこのラプラスの可愛いなと思って購入しました。可愛いな、本当にこのラプラス。新たな仲間が増えましたね。で、次にこれ、ピカチュウのミニティッシュポーチです。ユーポンね、ミニティッシュポーチないので買いました。ここに、まあ、ハンカチとか絆創膏とか入れれますね。で、ここにはティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュね。かわいい、かわいい。まあ、ほんとこれかわいい。カビゴンなかったっけかな。カビゴンなかったか。でも、これティッシュケースあったよ、あのでっかい方は。あのでっかいティッシュボックスの方ならあった。で、次にこれ、ロールクッキーっていうものです。これお菓子ですね。ちょっとまだ開けてないからわかんないけど、開けますか。これね、カンカンかわいいなと思って、ちょっと開けますね。わあ、ピカチュウの袋。あ、このお菓子ユーポン大好きだよ。こうなんか巻かれてるロールクッキー、ユーポン大好き。あ、お茶だ。食べてみますか。これ味全部一緒？一緒か。食べる。じゃあいただきます。うーん、おいしい。なんかミルクっぽい味で美味しい。うん、なんかバターミルクっぽいのに、ね、ミルク系のお菓子大好き。アイスもそうだけど、なんかめっちゃガリガリ君食べたい。今買ってこよう、ガリガリ君。おいしい。いや、ほんと美味しいのでおすすめです。これもうぜひポケモンセンターで、ポケセンで。このロールクッキーいいね。ちっちゃい頃からロールクッキーお土産でよく食べてたんですよ、ロールクッキー。本当にやっぱりロールケーキ最高だなって思いました。はい、次これです。これもう全種類買っちゃいました。メモ帳なんですけど、ピカチュウと不思議だねと人影とゼニガメのね、メモ帳を購入してきました。で、ちょっと開けますか。まあね、実際実物見てないのね、なんかこのこれしか見てないから。小ゼニガメちゃん、もう色がね、パステルカラーで可愛い。1種類目が小ゼニガメとピカチュウがワイワイ遊んでますね。で、2種類目がなんかゼニガメモコモコ、3種類目が小ゼニガメワッホイ、で、最後4種類目がゼニガメポツンですね。で、次ピカチュウ、これ何見てんのよってね。で、1種類目ピカチュウやるぞって、やるぞって見て。で、2種類目が何見てんのよとこう見てますね。で、3種類目ピカチュウスヤスヤ寝てます。で、ピカチュウハッピー、かわいいの、このピカチュウの顔。で、次が不思議だね。あ、見て、またピカチュウがいる。で、2種類目がどうしたんでしょうね、この顔。不思議だね、不思議な顔してますわ。で、これ、あ、かわいいんだけど、これ喜んでんの、寝てるの。あ、これいい、これいいね。最後の4種類目。なんかかっこよくない？炎の中にいる不思議だね。で、これ人影。人影最高。かわいいな、このピカチュウ。なんかちょっとぽちゃりした。なんかぽちゃりしてる。で、2種類目が。あ、これいいね。またもや、ピカチュウ。3種類目。あ、待って、3種類目いいね、これ。3種類目ちょっとうっすらと人影ですね。お尻を向けて。かわいいな、これ。なんかこうやって横やってんの。これ進化する前ってやっぱ可愛らしいよね。愛くるしいというかね。進化すると、おお、なんかかっこよくなったぞ、みたいな。でも4種類も最高。ほら。で、最後これ。もうこれ運ですよ、これは。見つかってきたから。どうしてもカビゴンが出てほしいんですよ、ユーポンは。これは、ミニフィギュアコレクションっていうスイーツ系かな？スイーツ系のフィギュアで。これカビゴン。カビゴンとか、イーブイとかいろんな種類あります。ピカチュウも可愛いけどね。リザードンも欲しい。リザードンのね、パフェがすごく可愛いんだよね。
じゃあ開けます。てかロコンとかもいんの、めっちゃいいじゃん。で全8種類。じゃあ1箱目カビゴン狙いでいくからね。いくよ、せーの。誰ですかね。な、でも、え、待って、断然カフェっぽくね、このお皿。リザードン、待って、リザードン出た。ちょっとちょっと、これリザードンのパフェ。あ、ちゃんとこれ鼻もついてるね。なんかすごい美味しそう。ほら、は、あら、なんでしょう。一箱目はリザードンが出ました。じゃあ次、二箱目。もう目開ける。せーの、カビゴン。あ、ピカチュウ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 。なんかピカチュウすごく綺麗だったんだよね。ピカチュウね、すごくね、本当にレインボーで、夏って感じで、すごくなんか涼しいですね。見てるだけで涼しい。ここにピカチュウがいるね。これ何味なの？かき氷？飾ると絶対可愛いよね、これ。嬉しい、ピカチュウ。次、最後、3箱目。カビゴンどうしよう。いきます、せーの。わあ、わあ、あ、見て、カビゴン出た。ちょっと、やばくね？ねえ、これパイかな？パイっぽいね。やばい、これ、かわいい、これ、もう。これかわいい。ここ最高すぎるでしょ。リンゴと、これ蜂蜜かな。あー、もう顔最高。でも眠たそう。ミニフィギュアコレクションでは、この、ユーポが欲しかったカビゴンとかリザードンとかね、この、ピカチュウめっちゃね、気になってて、ピカチュウ欲しかったんですよ。このロコンとかもね、気になってた。はい、ということで、今回はこんな感じやりたいと思います。いや、本当にね、もう、排出結果最高だったね。カビゴン今回は一個も買ってなかったからさ、まあ、せめてこれだけでも出て欲しかったなって思ってたんですよね、やっぱり。まあ、出てきてよかったです、カビゴン。じゃあね、よかったら皆さんも、ポケモンセンターで、いろんなポケモン購入してみてください。では、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELIVE、ミュージカリーの方も、フォローよろぽんです。では、おつぽん。